こんにちは、みんなっちです。今日紹介するのはこちら、パナソニックのコンパクトデジタルカメラ、DMC-FZ8 です。前回までに、こちらの、FZ1、そしてこちらの FZ5 を、紹介してきたんですけれど、それの後継の、FZ8 になります。こちらのカメラ発売されたのが、2007年の2月、なので、FZ5、こちらですねが発売された2年後の、機種になります。私が購入したのは、2018年の2月、ハードオフで324円で、購入してきました。こちらまだね、札剥がしてないですね。まずは基本的なスペックなんですけど、こちら前回紹介した FZ5 と、ちょっと比較しながら、紹介していきます。まずレンズが、35mm カメラ換算で、36mm から432mm、絞りが F2.8 から 3.3 ということで、これは前回の FZ5 と変わっていません。感度について、感度100から3200と、まあ、使用表には書いてあるんですけれど、まあ、実際設定して使えたのが1250まで、100から1250まで、だったんですけど、こちらの FZ5 は感度80から400、だったので、まあ、低感度の方は、100からしか使えなくなったんですけど、高感度の方が、だいぶ使えるような感じに、なってます。あとはデザイン的にもなんかちょっと丸みを帯びたような、デザインに、なってますね。このダイヤルは、銀色になってなんか良くなったような、感じですね。で、あとこちらの、液晶画面も、すごく大きくなって、見やすくなりました。またEV ファインダーも、位置が、ここにあったものが、この真ん中の位置に、なりましたんで、これも、まあ、普通のカメラっぽくて使いやすいのかなと思います。あとこの、十字コントローラーが、ついたところは、大きく違うのかなと思います。うん、まあ、こんな感じで動く、コントローラーが、つきました。で、なんといっても良かった点はですね、前回 FZ5 の時に、ズームの位置を記憶してくれなくて大変だみたいな、紹介をしたんですけれど、この FZ8 では、そのズーム位置を、保持する機能が、つきました。それではちょっと使ってみたいと思います。まずここ電源を、オンにします。こんな感じで、使えるように、なります。で、ピント合わせてこんな感じですね。はい、ちょっと感度の設定が、1250ということで、ちょっと今軽すぎたんですけど、まあ、ここに、感度の設定ができるんですけど、100から1250まで、設定できるように、なりました。ちょっと200に戻して、これだと暗いのか。あ、今シャッタースピード優先になってるんで、絞り優先に変えて、で、この、絞りなんかはこの、十字コントローラーを使って、こう上に下げると絞られていって、下に下げると開放になっていくというような感じになってます。ちょっとここはこの十字ダイヤル、ここのボタンとこっちの、十字コントローラーが、2つに分かれたんですけど、ちょっとどっち使うのかなって、間違えちゃう時があったりして、逆に分かり、まあ、個人的には分かりづらくなったかなと、思います。で、あとは FZ5 の時に、ちょっと言っていた、ズームの位置を、覚える機能というのが、ここですね。ここにズーム位置メモリーという、設定項目が、できていて、ズームした位置を、覚えてくれる、機能になってます。例えば、こんな感じで、ズームしておいてもちょっとピント合わないんですけど、で、例えばこの状態で電源を、オフにします。
で、もう一度電源を入れるとこう出てますね、電源オフの位置に戻しますみたいな今メッセージが出てたんですけど、ズームを電源切る前の状態に戻してくれると、これついたのは非常に良かったなと、で一応スペック的には感度3200っていうのが見られたんですけど、どうやって3200にするのか、ちょっとさっきの、このマニュアル撮影モードの時は1250までだったんですけど、ちょっとここの i っていうモードに、変えてみても、最高感度ここもやっぱ1250までしか選べないんですね。なんで多分どっかシーンモードとかに変えた時に、使えるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとどうやって、使うのかは、ちょっと今のところ分かってないです。で、あとですね、電池についてなんですけど、今までこの FZ1 とか FZ5、あとちょっとこっちに出したら FZ10 っていうのもあるんですけど、みんな同じバッテリーが使えていたんですが、この FZ8 はバッテリーが専用、ほとんど専用みたいなバッテリーになっていて、 DMW-BMA7というのを使うようになっているんですが、これ Amazon で5、600円で買おうと思えば買えるんですけど、ちょっとここを今見ていただくと、ちょっとこんな感じで、ちょっと、おすすめはできないんですけど、ちょっと自己責任でこんな感じで使ってます。こっちの DM5 とか DM1 の、バッテリーですね、こちら、DMW-BM7 というやつ、多分形が変わっただけだと思うんですよね。ここにかまぼこ型に、形が変わっただけで、ここの部分の、形状は変わってないみたいだったんで、ちょっとここに紙をこう当ててあげて、こんな感じで入れるとこうぴったりはまって、で、そのまま使えると、こんな感じで使ってます。おすすめはしません。バッテリーはきちんと正しいものを使うことをおすすめします。それでは作例を見ていきます。感度が1250まで使えるようになったので、100から順番に1250まで作例を出していきます。まずこちら感度100、最低感度が100になりましたんで100です。で 5.5 倍ズームで撮っています。巡光なんで光はよく当たっている状態なんですけど、とってもよく映ってると思います。電車の足回りに、ノイズを見てみると、だいぶ改善されてるのかなっていう印象と、あとなんかちょっと FZ5 までとノイズの感じが、違うのかな。 FZ5 まではなんか、いろんな色がこうなんか緑とか赤とかそういったのが出てくるノイズだったのが、今度はFZ8 ではなんか絵をこう塗りつぶすような感じのノイズっていうイメージになってます。続いて感度200、こちら2倍ズーム、ちょっと広角というか標準よりで撮ってみたんですけど、84mm 相当で撮っています。電車撮るときは望遠の方が撮りやすくて、広角になればなるほど難しいのかなと思ってるんですけど、でこの写真拡大するとですね、電車の正面とか、足回りとか、感度まだ200なんですけど、だいぶノイズでザラザラになっちゃってるかなっていう印象はあります。やっぱりなんか FZ5 までとノイズの感じが変わったのかなと思います。続いて、感度400が、こちらテレタン 432mm で撮ってます。拡大すると、さっきの感度200よりもさらにノイズがザラザラになっていて、映りも、当然ノイズが乗ってるんで甘い感じになってます。全体を小さい画面で見れば、綺麗に見えるんですけど、400までは使えるのかなっていう感度800がこちらになります。パソコン画面で見てても、目立つぐらいにノイズが出てる感じですね。できれば使いたくないですけど、暗ければこれぐらい使うかな、悩むところですね。続いて、MAX の1250がこちら。
まあ、ISO800 と比べてもかなりノイズがひどくなっちゃってる印象があります。うん、もう正面のコンデンサーの正面の赤帯とかにも、うん、なんかもうザラザラしてきちゃってるような感じなんで、まあ、ちょっと1250厳しいのかなと。うん、まあ、使っても800できれば400までに抑えたいかなと。うん、まあ、そういった意味でいくと FZ1 の時点ですでに感度400っていうのは使えてたんで、うん、ただ感度100とかを見るとFZ8 でだいぶ改善されてるかなと思ったんですけど、感度上げていくと、うん、まあ、昔の機種も一長一短で、うん、必ずしも FZ8 がいいとは言えないのかなと。まあ、ただ、うん、使おうと思えば800とか1250が使える、まあ、選択の幅が広がったという意味では良かったのかなと思います。ということで今日はパナソニックのコンパクトデジタルカメラ DMC-FZ8 を紹介しました。うん、まあ、この FZ シリーズはもしジャンクでまた見つけたら買っていきたいなと思いますし、あとこの FZ10 っていう、まあ、これちょっと古い機種なんですけど、これも持ってるんで、また別の動画で紹介していきたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。